今日も一日いいボタンで決定とかイライラするぜ。オレオマジうめえな。エッチなゲームじゃん。エッチなゲームなのは確定的に明らか。配信開始ツイート偉いぞ。やろ。斜めのみの移動ってどうやるって書いてあったの ?RB? ちょっと待って。こういうとこは斜めに行けないんだ。マジ A ボタンでさ、良くないと思うの。A ボタンで決定できないゲームはクソ。ああ。労災。これが一歩を踏み出す勇気を。の新作ちゃんですか。大体合ってるね。斜め移動しづら。
高速移動どうやんの？苦戦出すシフト。でかいな。魔物娘やってる。あ、エッチだね。はい。なんかない？むしろ。なんかあるならやるんだけどさ。属性が多すぎる。はい。バッチリエッチなゲームになるでしょ。なんかついてくるし。待機モーションがクニクニしてるの何なんだよ。なめくじやこいつ。持ってるゲームのアップデート調べてみるとか。持ってるゲームのアップデート、なんか特になかった気がするけど、なんかあってもなんかうんみたいな。俺が好きなのは時間かかるし配信にも向いてないのばっかり。エンドレススペースとか。エンドレススペース合わなかったしな。ファイナルファンタジー14デビューか。いやー、デビュー俺したから。デビューもしたんで、とっくにデビューしてますね。デビュー済みなんで。明日まで待てって言われてたっけ。他者にたどり着けなかった光の戦士。無理やろ。何時間あとこのクソみたいな下りやるんだって思ったらもう終わりよ。悪いけど。足早いのは好印象。ね。
れません。何さどったよくわからない。田舎のコンビニの駐車場並みの広さある。あれ？キツネンパ。でか。なんでも手軽やから不思議な油揚げっていうアイテムがある。尻尾がない、確かに。ウボートってやったんだっけ？高いのと早期アクセスなのが難点だが。あ、確かにやってなぁ。セール来たらやろうって思ってやったなって気がする。入れた。女の子しかいないですね。21日発売のこれはウェバールル。ナウでしたい。ナウがレベルアップ。いで、あいで、このゲームヘルス回復しなくね。押してるわ。タイマーは太陽マークなのかな。こいつワンターンに2個進んでる。うんさせてきたな。ヒーロースライム今度コンボで即死するからマジでラグだな。武器ダンジョンだからだろうけど。回復の杖。勇気を言ってキャラ可愛いね。ついにハズスやる時が来たか。ハズスはちょっと黄金の壺。壺に入れたアイテムを倍増する。強スケットやん。468番さん、シャイタンにまた殺されるんですか。霧が出てきた。困るんだが。
あん？いいの影響。今は勝てない。え？いつ？人をムカつかせる顔をしている。聞かないね。もう完全にエッチなゲームの展開やん。俺はいつの間にか DL サイトでゲームを買っていた。アムオネショとセックス。一緒にいると何かあんのかな。お、勝手に動くなよ。勝手に動くの怖ー、これ。死ぬことあんのかな、やっぱ。コントローラーが限界説。こいつ勝手に動いて勝手に死ぬみたいなことなんのじゃないのかな。おいしようかな。右上にヘルス表示されてないし、今は無敵ありそう。確かに。左上。おはよう。キツネさんだ。え？痴漢？ゲームやん。エッチなゲームやんこれ。攻撃しないで耐えてみる。プラス A。 ああ、そういうことか。俺設定変えてるからですね。
ひで。エッチなゲームや。これが最近流行りのプニルちゃんですか。プニルちゃんですね。呼び名をつけますか。もうエッチなスライム。プニルちゃん、プニルちゃん行くか。ウィンディメンバーで行け。プニオ。お、ヘルスできた。一緒に行動、スキル願い。テンガちゃん。テンガちゃん。プレゼント。プレゼントある。レオさんを見る。成長限界レベル中。涙果実。親密度が上がる。なに？無限に仲間にできんの？蜂蜜を食べたい。あ、でも結局これなの。やったぜ。あ、もう OK。 ちょろプニルちゃん、ちょろ呼び名多いな。犬ほど増えますね。したらば469番さん。あーで18の要素ないんだけどね。して帰ってもらう。自宅に帰ってもらう。エッチなゲームやん。誰？でかー！でかー！でかー！油揚げは嘘。腕があそこに入っちゃうね。470番さん。聖域のオンパレードで草。インピ来た。
アディオス言うんだ。これ個人制作なのか、モデルに一番時間かけてそう。こいつが一番かわいい。フェルトちゃん、なんか知んないけど服を着てるにもかかわらずパンツは見せてるからな。見せパンとかいうレベルじゃない。全裸もっと別販路で出してそう。ロキさん仲間はなんで冒険中に冒険中に耐えて村に戻ってから一緒に冒険がなくて村でお済ませてくる。なるほどね。ここの売りは全年齢向けらしいっすよ。本当か。妙だな。少年の性癖が歪む。少年のこの少年の性癖はもうズタズタだね。あれ、うちじゃない。ダブルベッドが2つあるけど、どういう家だ。MP が足らないぞ。天意。いいぞ、一篠だ。あれ？あ、逃げてくるだけか、これ。ホームカミングストーンか。サンダーよくわからないね。一度更新したら一生ストーキングされるの、おキツネ怖いな。MP は消費しないで行える。あ、そうなんだ。
MP を消費してパーティー内にいる仲間を呼び出す。なのね。仲間の HP が最大 HP より半分より少なかったり。あー、なんか回復するのに時間かかるとかなのかな。パーティー人数は6人までの限界。多くねー。あ、今連れてる仲間と自宅にいる仲間が6人のか。役人お店パンは普通なんか、この世界は。ガブリちゃんに関しては下半身何もつけてないからな。村で待機するものは冒険中の証拠ができないなる。なるほどね。優しすぎる世界観に対して性癖がエグすぎる下半身それでいいなら上半身も下着由来やろこの世界はやっぱ胸はちゃんと隠すべきっていう多分世界観なんで、下はいい、下はもう即セックスできるように備えてるけど、上はやっぱちょっと恥ずかしいっていう世界観なんで。ビーチクやっぱ描いてるんでしょねえ。ポケモン。ポッピケチュウ。魔王か。最近法律が変わったらしくて、配下をたくさん持つこと。むしろその魔王将かなんかを手に入れる過程で配下がたくさんできるはずじゃないのかよ。攻めてきて打つ展開になってほしい。かわいそうなのは抜けない。
一人称視点があるのはこだわりを感じるわ。ほんでちゃんと乗ってんだ。復活の実。こいつはこう生きないのか。商人だ。お前胸を隠さなくていい種族なのか。上か下は出さないといけないのか、お前ら。やったぜ。酒、またたびリンス。お金121円しか持ってない。使いも増やすか。あれ、これどうやってあれするんだっけ。同じ種類のものはカウントしない。まるで2ストライムでかさ増した魔王がいた。はい、積み価が足らない。なるほどね。金策もしろと。素材アイテムだけを入れて容量制限がない。何もかも足りねえじゃねえか。有効度が高くないぞ。ガブリちゃん可愛くて強いとか最強か。これ仲間がレベルアップするためにセリフ吐くのか、これ凄まじいな。オーク剤、なるほど。俺ちょっと強いもんってあったっけ。レードの剣に。すでに画面がうるさい。3から7。だいぶカオスだね、俺。性癖を盛りすぎた結果の画面だから、俺でも。しょうがない。性癖ゆえ、致し方なし。
ちょっとそれ倒さないで。これでモンスターハウスとかマジでうるさいぞ。フェアリーちゃん仲間にするが倒さないで勝手に。レベルアップのたびにうるさいやつだ。イチャイチャし始めますね。これどうすればいいんだろう。起こすの。やか。お、喋れそう。起こす。おい。おい、わらわら、部下がよ、お前的だな、突然の暴力。部下がよ、お腹の要素これどこだよ。やられる前にやる。フェアリーさん仲間にできないんだけど。あれ、もう終わり。物を売らないとダメだな。なんか陰のマークある。勇者だ、勇者が来たぞ。誰、シタラバ471番さん、薬弟命。なんか魔法っぽいやつ出てきた、魔王より。感情がないやつの顔やん。こいつは胸と下半身隠すやつだ。感情がないやつの顔やん、マジで。取られてる。表情がない。最強の魔王。もう役人は何してるんですか。魔王家が激怒する案件じゃね。魔王家、魔王家ちょっと頼みますよ、本当。もう性癖のオンパレードやん。笑ってしまうわ、マジで。性癖のオンパレードやん。
ラフ472番さん、エッチなキツネ来た。ダメだこれは。ダメだこれは。年齢対象ってなぜ、逆になぜ全年齢対象なのか。セロは何をしているの。まあエッチモッドは出るね。少しばかりお世話をした意味深。的にはトトロのように見えるんだろう。確かにポポロクロイスみたいなもんやろ。シタラバ474番さん、性癖対象が全年齢ってこと。マジさ、あの他の獣キャラクターたちはそれなりに表情あるのに主人公一切表情ないからな。口調が中途半端すぎる。マジ主人公を人間には、作者の人間への興味のなさがすごいっていう。全員谷間なんで出すね。陰入派ではない。盛れば盛るほど良いとされている。フリーマンでももうちょい表情作りそう。試練なのかもしれんつって、そこの部分カタカナですね。やめてください。スライム娘はいいぞ。シタラバ475番さん、お立ちとして2000円ねるってこと。トイダチボッキー、うんこに乗った娘はいらないです。いらんいらん。何言っていいんだろうね。喧嘩勃発。効果範囲がちゃんと出てるの真面目だね。村外れの草原への道ってあるけど、草原には行けないんだ。倉庫とかないのか。あるんじゃない。自宅にある。キタキツネ一番有能メタだけど。昼と夜。ニューメタ。キツネさんだ。延年また旅。なるほど。こういうアイテム重要なんだろうな。あ、来た。かまってちゃんやん。フェアリーにすら若干持ってるからね。まあ、オナホ妖精やろな。
Twitch BAN なんですか、なんですか、なんですか。まあオナホだね。種族差別か。種族差別か。いや、実用性を売ってるだけなんで。防具強化の本。オナホにも人権を。本邦プラス2。前ら少しぐらいは自分で頑張れ。あれ戦わないの？俺が前に行くとマイクに優先するの、こいつら。すごい勢いでスポーンするんだな、これ。ついてこい命令は隣接優先。なるほどね。命令がなんかいくつかあったもんな。油揚げだ。ドル猫さんのポポロモードみたいだけど、主人公がかなり強そうだな。あ、序盤だからね。まあ、回復ポーチだ。死なれても困るし。ヌルゲー、つまりローション。ポーチこれ何？そうすると HP を全回復する。強ー！ぬるゲーなのは俺からすればありがたいっすね。マジで許そう。ね、いやもうエッチなゲームなんで、やっぱエッチがメインなんで、難易度とか求められてもちょっと困る。あそこもゆるいのか。ゆるゆるっすね。エッチなゲームに難易度求めるとおらんやろ。まあローションとオナホはあるね。レイドの盾プラス1。仲間ゾロゾロ連れてる時点で、あ、いったー、罠が出始めた。アイテムたくさん落ちてるんだけど全然拾えないんだよな。シタラバ476番さん、性癖選びの難易度は高い。誰を仲間にしようか。オナホ妖精が死ぬ。罠、束縛系ですか、職種系ですか。確かに出てきそう。装備外しの罠の挙動がエロいみたいな。間違えたわ。まあ服は溶けるね。あ？あ。やばいやばいやばい。なんか切れかけてるけど。まずいこれ。イチャイチャしないと。密度上がった。確かにこれいらないやつは恋愛シミュレーションゲームですね、このゲーム。なるほどね。俺勘違いしてたわ。お前らも勘違いしてるだろ。恋愛シミュレーションゲームなわけ分かってないな、お前ら。お、村を送るでくれよ。束縛されて目の前でそば打ちされる AV みたいな罠でもあるわけ。リサイクルボックス。あの、この辺はあれなんだ。この辺でもちょっとおキツネサンダーができた時取らないと、猫と。スライムがパン食うのか。何でも食うんだよ。プニルやぞ。
え、オナホ妖精は魔法の効果を打ち消した。このオナホ。わらわら。このオナホマジ。草。常時リフレク。草。アイテムぶつけてもろて。えい。はいだ。おいしょ。色合いなさすぎだろマジで。魔法薬は何個持ってんの？結構持ってんな。じゃこれいらんわ。100回復とか回復しすぎやろ。力の腕は2回移動できる。強そうな腕は来たぞ。でも持ってる。1回攻撃、2回行動。何これ、精霊元いの状態。こいつ強いのでは。ちょっと待って、こいつ強いのでは。パッシブか。さすがに人にかけることはできない。オナホ強い。さすがにパッシブかな。冬、ああまあそうだね。まあいらないので適当に。あ、聖堂の盾とかあげれんだ。俺今何も装備してない、もしかして。装備してるな。ああ、1位装備してんのか。はい。貫通済みって書かなきゃ。あ、なんかこんな普通に、こんな普通に話せたんだ。行動の仕方を変えれるようになった。かなり恋愛シミュレーションゲームですよ、やっぱりこれ。やはり恋愛シミュレーションゲーム。行動の仕方を変えれる。オナホの行動の仕方。この行動の仕方。ダメージを受けた時にまれに分裂する。イエローの方がやはりプニルちゃん強い。アイコーチきれい。ちょ、マジさぁ。イエローちゃんと長くしとこう。ちょ、マジさぁ。大変なんだけど、やることが多いね。行動仕方変えれる。アイテム多すぎて、一生イチャイチャするな。そうだと思う。どうせ魔物の娘に貢ぐゲームだったか。見つぐゲームですね、これは。力場477番さん、スキルお願いできるようになった。分裂、何が出来上がってるんですか。分裂しない、イチャイチャしてるわけ。こっちは防具強化とかも、あ、どうしてる。防具強化とかマジいちいち貯めてらんないよ、こっちは。アイテム整理とか複数選択もやってもろて。ある、ポンチ。まず金が必要、お、素材と。木の盾全部貢ぎたいね。スキルお願いができるようになった。
本当だ、回復するときは物投げてねとかいろいろ言ってくれるんだ、これいいね。親密度になるとなんかちゃんといろいろ変わるのも頑張ってんだこのゲーム。このゲームキャラ愛がすごいわ。もう一度、ここいる、ネズミだ。こちらを匂いつけている。友好的ではない。なんか物はありふれてんだよな。これあれ？一回倒さないとダメ？一回倒さないとダメですね。ちょっと倒すか。武漢に追加。倒すとちゃんと追加されるのいいですね。あ、村一番あげろ。はい。結構条件大変だな、特定のアイテムがいるみたいな。あ、ここ粘土が取れる。あ、こいつ復活の実だっけ？持ってないんですよね。あ、誰？ゴブリン。ゴブリンは村一番、もう酒で何でも解決できるやん、ここ。はい。ブランド酒じゃないか。仲間にしてくれないか。酒かすちょろう。ミッキーやろうな。ちょろい。これ以上連れていけない。これ誰とお別れしてた。これフェアリーちゃんがいなくなってない。ちょっとなんか相手のレベル分かるんだけど、なこれ。ミッキーの効果距離空け、相手から距離を取って行動。あ、オナホ妖精どこ行ったの。酒持ってたっけ。また穴が増えてる。酒持ってる。自宅にいるよ。自宅にいるのか。ちょ、プニールちゃん、早速今夜いただきます。リチギやなゴブリン。ゴブリンリチギやな。え、ゴブリンって鬼なんじゃないのお前。鬼だろ。暗くなってきた。
でアイテム売買ができる。ちゃんと国の許可降りてるよ。ちゃんとあの、じゃあ、取ってんだ。あの、何販売しようみたいな。僕の杖と思ってる。飛んでるとこもあるじゃん。泥棒してくださいと言わんばかりのあれだったな。ラインナップだったな。無理の果実と物がいっぱいが早いんだよなこのゲーム。パーティーにミッキーがいるのシュールやな。どれが味方でどれが敵か分からなくなるんだよな、これ。レベル65とか書いてあるけど、ちょっと待って、どういうこと？仕事は休みの日なんで戦わないっすよ。お前ら味方になんない？休憩中強すぎだろマジで。使い捨てオナホがいっぱい。ああ、装備外しだ。アイテム整頓あるじゃん。っていうか見れなかったけど、ポーチ使ってみるか。もう純粋に強い。もう純粋に使えばヒールする。おい、おい、やめろやめろ。シャレなら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 。ふざけんねんマジで。クソゴブリン。
ミノタウルスのオナール。前で戦えとか指示できないもんか。多分できると思う。1500円。地の盾5000円。高。どうすると攻撃力上がる。泥棒。いや、ラインナップじゃないから。お腹が空いてきた。これどこ？アラヘリ要素。SP かな？ SP っぽいな。あ、キラキラしてない。スライムの余分。おい、やめろ。フリルちゃん分裂して戦ってる。ああ、確かに足元か。ちょっと腹が減ってきたので次。アイテム弾きでなんかアイテム落とさせてる。お前有能かよ。パンが必要だったかもこれ。腹が減ってきました。果実食べてけ。もぐ。パンが必要だったかも。腐るものはないぜ。悲しいことにな。パンは妖精にあげちまったからな。そう。アラクデさん仲間にしたいんだけどさ、復活のみなんてないっすよ。ミッキーは TP を1獲得。え、お前お前なんか怒られないそれ。お前そうなってんの。お前なんかガチ勢から怒られそうな感じだな。ファッションなのその下の花。衝撃の事実なんだけど、それはいいのかお前。ウルハシ、壁を掘ることができる。座布団か。試練での有能アイテムじゃん。え？どういう感じなんだ。勝手に戦ってるあいつら。有能やな。
しんどいしんどい。ガンガン進むか。あ、毒よけ。うん、眠いね。あ、ハニービーくんがいます。お金は 8000g。 うわ、きつー。グラムってゴールドな。3000か。あ、意外といけるじゃん。3000程度なら全然いけますよ。マミー召喚時の必要な MP が半分になる。いいぜよ。光ってるのは単純にあれか、素材か。爆破耐性の盾、爆発にダメージは還元、攻撃すると防御力が上がります。結構一人称視点いろいろインバっていう話していい？杖増えすぎかも。わかったじゃん、強ー。あ、これいけないのか。あ、下か。なんかいる。ワーキャット。お前、相手は戦う気でいるようだ。ダメだわ。先に殴っちゃったからかな。そうだね、天然マタタビだよな、どう考えても。どう考えてもマタタビですよね。音速の魔導書。モードの仕方を変えれる。モードの仕方を変えれる。お前武器弾くだけとかできんの？スキル仕様の切り替え。LP？ よくわかんねえな。あ、複数あるようになると楽しいだろうな。ドラゴンキラー。キラーイ。スキルお願いは、まだ好感度が足りない。確かに、好感度上げてないわ。お回復ポーチいっぱいあるよ。4から13。強すぎだろ。ぶっ壊れん。あ、待って。お金どうやってあげるんだろう。お金を持ってないからダメっぽいな。そうだよね。ああ。複数選択アイテム成功。誘えばいいよ。本当だ。
なるほどね。お、すごい、飛んでる。ぐらい遅れて遅れるようになりました。行動の仕方を変えるようになった。こいつアイテムあげると何でも喜ぶやん。ちょろー。ATM ちょろー。出た。まだ飛びまんだ。ああ、それ仲間に誘うだけでいいんだ。猫のキャラなんかいたっけ？猫のキャラ思いつかねえよ。ニャンキャットでしょうね。猫のキャラ死ぬほど出てきそう。もう全部ニャンキャットになりそう。なめ猫。なんかなめ猫いたわ。親密度91。親密度91なのになんか、あれなんだけど。じゃあミッキーさよなら。自分のヘルス見てなかったね。自分のヘルス見てなかったね。いつの間にか減ってたの。え、何も見えない。何？こんなゲームで死ぬ男の人って。こんなゲームで死ぬ男の人って。装備してるアイテムが紛失してしまう。めんどくさドラゴンキラーが。ドラゴンキラーあるでしょ。買っとこうぜとて金ねえや。エッチな先はそうるわ。わ、足元見られてる。なるほど。保険屋。何これ。性能強くける。何の効果音。ちょっと待って待って。ちょっと待って何の何の効果音。ちょっと待って。何今の意味深ななんか。やばい安いなんか。なんかブンプツブツかける SE したけど。とりあえず脳死で登録するか。したらば478番さん、むにゃむにゃ破損。おなお妖精で笑ってます。同伴出勤。同伴出勤ですね。名簿に未登録の魔物がいる。え？あ、ミッキー？
登録できる人数超えちゃうとあれなんでしょう。でもちょっと行きますか。ててれれ。ああ、そういうことか。パン買わなくてよかったんか。いらんやろ。これ完全に紐ですね。あいつ弾いて物を落とすのを言うのやな、マジで。で、保険かけたけど、装備してるアイテムは落とさないんだから、保険かける必要なかったかもな。あ、まだ落としたな。なんか、回復ポーチとかをかけるんだろうね。TP ってなんだろう？あべ。現在の TP4、親密度66。相手が HP が最大の時に与えるダメージが10日。TP はトレーニングポイント。後で説明がある。なるほど。勝手にどっか行ったやついるんだけど。バチバチに敵倒しに行くじゃん。ニャンキャット。バチバチ敵倒してくね。強CG の回収条件やろうな。回想シーンコンプリートしてるぜ。複数選択使わんだとはよ、めんどくせえ。これこれ青い本だ。勘の本か。
勝手に戦いに行くやつマジで序盤はこれでいい気がするな。こいつの最大レベルっていくつなんだろう。限界レベル15 10。ニャンキャットがちょっと弱いのか。出た。えい。屋上油揚げある。油揚げ欲しいっすね。の実が欲しいんだが、持ってないよね。秘密が最大になった。先進むか。いや、ちゃんと見てこう。あ、すごいの、こういうの。やめろやめろ。あばがばが。やめろやめろ。めんどくさいな。夜になる。あ、夜にしか発見できないアイテムらしいからそんなに困らないんだけど。あ、落下。じゃあな。音速だ。あいつらやってるからやることないんだが。パンうまー出たな。魔法のパン。パン買っとくか。はい。はい。つい味方がマジで強い。999回復。まあ。やめろやめろ。まず弾くな。弾
じてイケポチャするのはきついわ。ハーピーちゃんは何がいるんだい？あれ？いる。腕輪を上げる。わあ。うわあ。持ってないかも。あ、地下の腕輪あります。こんなこともあろうかと。従属の腕輪ですか。そうですね。もぐもぐ。はい。前ら、でもそろそろあれかも。いる。有効的ではない。え？で、まさきちゃん。ヤンキャット弱いから、さよなら。ヘンリガンの本。千里眼って多分あれでしょ？あ、敵の位置なんだ。結構どうでもいいな。どうでもよくないんだけど。マップわかるのかと思った。明かりほど便利ではないのね。俺の預かり死ぬところで戦うのやめろ。めっちゃサクサクレベル上がるやん。意外とヘルスがね、意外とヘルスが怪しいので、気をつけてくださいっていう。あ、見てなかった。はい、あと中段使えばまあ大丈夫でしょう。
腕輪だ。命中の腕輪ってこれ必中？ダーツ競技なので用いると違法となる。投げたアイテムは必ず当たる。自由に動かすか。自由に行動するとなんだろう。あ、もう勝手に多分戦いに行くんだ。言うなぁ。勝手にぶち殺しに行ってん。あ、手羽先ちゃん！手羽先ちゃんなんで？一緒に行動しよっか。シンマは。え、まさきちゃんなんで。また手羽先ちゃん味方にしないと。なぜコロタシ。これなんだっけ。天然またたび。ハーダブル両軸されてますわ。ハーピーちゃんが。いや、ハニーちゃんも死んじゃう。ハニーちゃん。やべえぜ。とりあえず適当に仲間にしよう。とりあえず適当に仲間にするぜ。無能采配。自由に行動すると普通に死にますね。音が鳴るにゃ。発情地やからやろな。明るくなってきた。このフロアは何か嫌な予感がする。アルファモンスターがそのフロアにいるかも。紫色でミニマップに表示されている。アルファクイーンスライム、エッチじゃん。アナの腕は拾えない。マジで物がよ。レベル上げろ。
手羽先ちゃん再び。くねちゃんで焼き鳥シリーズですね。くねちゃんちょっと仲良くしとこう。また家帰られると困るんで。はい。はい。アルファモンスターどこにいるんだろう。いる。買った。弓矢打つのなんかないのかな。法的スキル LB。固くねー。気合いのマナくらいの剣。いいのマナを復活させる。まあ家に持って帰るか。いだ。一発銃って結構痛いんだよな。はい。洞窟の入り口。一般承認。魔法のタイムズがおすすめ。パンパン。魔法のタイムズ売っちゃったっけ俺。売っちゃったね。いや今なくらい1500ゴールド3000。え、売っとこう。アイテム、アイテムがいっぱいなようじゃな。え？パンクとか。おお、捨てない捨てない。あ、使えないの？ここ。
なんかお前いる？人間が他一切出てこないのちょっと闇を感じるな。レストランを開きたい。確かにレストランうち開いていいよ。ちょっと人が必要なんで、うち物売るか。復活の実来たー。あれ、いたかね、ダメ。はい、だからフライパン持ってんのかこいつ。魔法縛り沈黙ね。ココズキッチン大丈夫ですか。君の立ち合いの持ってない建物を作る。ポーチだけ一つ以上ある状態話しかけて。はい。物売るか。あれ、あ、これじゃねえや。家に倉庫あるって言ってたよな。他にやるべきことがありそうだ。え？自宅右。ポーチ出るしかないよね。あ、これか。お金しかねえぞ。 R 倉庫へ預ける。レストランの設計図。あ、すごーい。へえ。こうなるのね。レストランどうしようかな。向き固定移動。あ、なるほどね。グリッド移動切り替え。真面目やん。アイテムモード切り替え。はい。できたよ。建築材料。おい。
鍛冶屋が頑張るのかよ。もうできてる。てってれれってって。猫飯を食べられるようになります。猫まんまってこと？味噌汁ぶっかけ？好きだよ。放課時間2000ターン。へー。おもろ。持ち帰りあるんだ。日替わりメニュー。食べてみてからのお楽しみ。ビンス買っとくか。呪いは解かなくて良さそうだけどな。あれ。タルネス、タルナさんって誰だよ。名前で言われてもわかんねえんだよな、このゲーム。レベル60しかない。高っ。お、合成ある。装備品強化1200。陰気したか言い始めたぞ。氷ダメージ軽減。投げたアイテムが必ず当たる。見えるマスが1マス上昇。え、陰消せんでしょ。もうなんか脳死であれしていいのでは。合成しといて。爆発によるダメージを軽減。強化上限値30。お金いただきたいっすね。あ、じゃあ、違う。はい。お金いくらかかんの ?2000。お金がないね。こいつ？アイテム数を制限、距離に応じて。なるほどね。私たちは物理で空をタイプだから。空を飛ぶタイプだから。魔法じゃないってことでしょ？機関の方を持ってないみたい。
勘の方はやっぱ常識なんすか、世の中の。あっとっか。ホームカミングストーンがないと事故るのかな。ここから誘惑30回なんで難しそうっすね。なんか松明あった方がいいみたいなこと言ってたくせよ、ここ忘れてたけど。あべ、なんか氷の種とか持ってきちゃった。やっべ、行った帰るか。あ、行った帰るか。どうにかなんだろう、暗くても視野が一番広がるだけだろ、松明も。いないいな。遠投だ。競技での使用は禁止。水晶について、凍結状態爆発、緑色が回復。このね、おーさんだ。友好的ではない。人間などと話すことはない。一匹殺したよな。図鑑を見る。あ、有能。大きなパン同等のアイテムをあげる。え、あるかな？パンしかなくない？パンしかないっすね。リンスでどうにかなんない？パン持ってないよ。パン以外いらぬ。ちょろいん。ちょろ。ちょろ。ちょろ。氷の上でなんか持ってきちゃったんだけど。あれ、味なかったっけ？ちょろ。ちょろ。あ、これ説得するができるようになるのか。別にご利用して仲間にはならないのね。なんだよ、大きなパンなんて持ってねえよ。イモジーエルフか。なんか強くなってんだけど、あいつ。あれ、こいついたっけ。図鑑にない。わー、めっちゃレベル上がりよる。ワールフちゃん、何
いざしている主人公と戦っているときにお互いの HP が少し減っていると。え、何そのめんどくさいの。おい、死ぬ死ぬ死ぬ。いや、だいぶいい戦いしたろ今俺ら。だいぶいい戦いしたろ。ドジしてるだけで効果がある。行く行く。つくねちゃん、つくねちゃん無事死亡。命乞いで仲間に誘うのくさ。つくねちゃん弱な。あ、なんか階段だ。うまあ、寄せの杖。階段式になりましたね、ここで。この辺も試練リスペクトなのかな。アイテム弾くよりお前、まあいいけどよ。一本。パオリーン、パオリーン。無事混乱。やめろ。パン欲しい、パン。出た。一発死んじゃうんだよな、あいつ。忖度きつい。忖度きついっすよ。いい戦いができた。基準外ミプン。トンタクちゃん。トンタクちゃんになんかもう投げとく？はい。基準はガチインプーだね。お互いのヘルスちょっと減ってるとかでしょ。いったー。大丈夫ですか？混乱してるかも、もしかして。はい。
やめろ。パンがねえからよ、でかい。あれば仲間にすんだけどな。あのひもじいエルフちゃん。やめろやめろやめろ。弾くな弾くな。発情期普通に強いな。バクナンマの腕は。恐るべきパーティーグッズ。投げたアイテムが爆発するようになる。怖すぎるだろ。メッキの本、メッキ加工。あ、強そう。された。よくわからんがメッキされた。シレンダーなんだっけ、草ならなんだっけ。腐るっつうか、なんか弱体化受けなくなんだっけ今日。強ー。あー、じゃああれか、剣になった方が良かったのか。可愛い子いる。とりあえず殺す。装備してるの弾くね。おきつねさんだ、おきつねさんだ。エッチだね。作者の正義詰め合わせゲームだよ、ただの。油揚げ系のアイテムをあげる。落ちたっけ。うざ、起こすか。あるわ。コンタク強いからな。発動機帰ってもらおう。匂いがしない？逆に良くないのでは。
ミニスカとかいうレベルじゃないだろ。ちゃんとした着物を着ろ。おざけんな。そういうことが変化狐って。寝てるのかわいい。なんかいる。マーメイドおる。とりあえずぶっ殺す。ポイズンスライムいる。お、吹っ飛ばすな、吹っ飛ばすな。どっか行っちゃったよ。いるいる。毒にあってあげるとよ、毒持ってたっけな。毒ないっすよ。殴られてりゃいいのか。あ、毒になりました。私の毒どうだったらなかなか癖になるでしょう。きつー。やはり DL サイトのゲームなのでは。やっぱり DL サイトのゲームですよね。思想は自由だから。美薬スライムですね。コレスチーム。そうだよ。全年齢ですから。限界レベル20。鬼より強いってこと？僕大丈夫？ドルサイトにも18じゃないけど。DLサイトにもあるんだ。やめろやめろやめろ。出た。お前何？出た、村一番。持ってねえわ。やめろやめろやめろ、弾くな弾くな。タラバ479番さん、コンスチームでも普通にチンチン出てくるでしょ。チンチン、チンチン出てくるやろうな。オルンチェン。チンチンマンマン。返しに自分の分泌物を渡そうとするな。スベスベリンス。待ってなかったっけ。はい。これこれい。なんだっけ、あのディズニーの、あのリトルマーメイドだわ。アリエルだわ、アリエル。アワヒメやろな。おじゃろりじゃーの。やばい。帰らなくなった。アワヒメにしようとして帰らなくなっちゃった。やめろやめろやめろ。
ぶつかって。弾かれずの盾。強いだろうけど、ちょっと。今んとこ困ってないんで。おい、殴ったろ。ガーフやめろ、ガーフ。爆発の罠、怖装備しなさい、めんどくせえ。はい、次。国境。少し肌寒い。SP の減りが少し早い。ちょっと次行くか。なんかいる。ナメクジ。ナメクジ好きなやつおるよな。理解できない人。ナメクジとかスライムは常識だね。スライムはまあ分からんでもないけど、ナメクジはなんかこうぬめっとしてすぎない気持ち悪い系の方がちょっと先に来てしまうわ。次行くか。結構ずっと寒い、もしかして。きつー。ナメクジは現実のもの想像しちゃうから。おお。現実のあのこの気持ち悪さが先に来てしまってきついね。お、いいぞ。お村一番来た。ああ。普通の速度に戻るの早っ。あわ姫は倍速になった。持ってないです。
猫身を襲っていけ。全然使ってないんだよな、持ってても。ほんら。はい。もう一生肌寒いやん。砕きハンマー。魔法生物種に対してなんかいるんだろうな。封印よけ腕は。取捨選択がよう。駐車選択がよう。大変でよう。やめろ。吹っ飛んでった。こいつちゃんと距離を取ってやがる。痛い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 。アメクジさん何？プラスサイズに強化された剣か盾を上げる。2までしかないね。ドラゴンキラーとか上げれねえし。そういうのもいるのね。面倒じゃねえ、それは。トンネルの杖とか欲しいっちゃ欲しいけど。隠密度72。帰るぞー。お、終わったか。寒いの。終わった終わった。いたー、誰。変化狐。新しい規制が出てきてる。うわー、なんかすごいの来たー。もう性癖やん。作者の性癖やん。油揚げ系のアイテムもうないのでは。ないですね。ないっす。やっぱこういうゲームの作者って雑食なのかな。でも、モンムス系ならもう、全然いけるんじゃないですかね。物売るか。またおいで判定になるんだ。
いた。危ない危ない危ない。トンネルすごいな。置いて。投げて。投げて。拾って。拾って拾って置いて拾ってはいはい。おい、ざけん。え、これ強っ。姫、さすが姫だぜ。ヒール姫さすがです。姫癒される。鳥姫か。いいぞ。メイン火力いいぞ。聖堂の剣。瞬間移動の果実。はい。瞬間移動か。はい。嫌な予感がする。アンチ武器弾きいいぞ。わなみえの書。いる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 。アルファゴ、ポフゴブリン1のダメージ。やばいのでは。もしや、もしやまずいでござるか。まずいのでござらぬか。あ、いいぞ。36ダメージ。いったー。お前ら下がれ。行く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 。無理だね。いや、弾き飛ばそうとするから。それを利用しろ。いいぞ。指輪弾きを利用しろ。俺も参戦したいんだけど。違うね。
え、ソンタが死ぬ。ソンタが死ぬ。おら。うん。青姫が。青姫死なないで。いいぞ。俺も戦いたいんだが、マジで。右下に移すのどうやんのこれ。できた。いいぞ、指はじきとか別に構わへん。安い安い。よし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 。気合の魔法松明だねー。お前らやった。あ、ちょっとやってもらっていいですか。スピーがない。なるほど。アホみたいに連発するかやろ。まだお前ようやったわ。青姫ちゃんはようやった。うまくみんなで殴りたいなあいうとき。飯がやべえ。キツネサンダーグー。ウクスに対して温めるダメージを増加。あー、多いんだよなマジで物が。多いんだよ。医療よけ。現地で新しい子味方にしたいんだけどな。保存壺が貴重な世界だからな。おい、壺系が確かにないのめんどくさいね。あ、いや。いや。いや。出た、ラミアだ。モフモフしているアイテム。どういうこと？実は変化からもなくあの子を探している。モフモフしているアイテム。え？ないかも。何？腹減って死ぬ。モフモフしてるこの子キツネなんだろうけどよくわかんねえな。
頑張れば拾える。ああ。てれれれれれれ。あいつらやばそう。これ元々置いてたやつは。やばい、忖度が死ぬ。忖度死なないで。こうだわ。こうにしてないからだわ。あれ？こいつあれじゃなかったっけ？使い捨て娘。うん。甘ずれ。あれ、まあ、アルチューやろ。おキツネさんだ。無事合流。キツンサンダー。どれだよ。アラチョカラカラ。これかよ。なんかできないのかな。ダメっぽい。マヒってもしかして動けなくなる、これ。これあったっけ？何も覚えてない。え、ダメじゃん。アイテム名とかはトルネコっぽいよな。ファック。品目とかその辺なのかな。いろいろ試してみるか。キツネ拾うのむずいんすよね。どのアイテムがキツネなのかを見極めるところから始まるしな。あ、やったぜ。パン屋ドラゴン。一旦帰るか。エルフ貧しすぎるだろ、この世界の。村に人が増えてきたぞ。登録するのは無限なの？バンバン。モンスメ不思議なダンジョンか。どう？人エロゲかな。相手合ってる。とりあえず H あ、H 玉姫が強いよ、マジで。みんな変化あった。オス一匹の村。何も起きないはずがなく。姫強いですね。
リリン。はい。なんか新しいさ、家建てれないの？元気そうっすね。ラフやな。氷の盾で。あ、もうサビの印がついてるんだ。なんかじゃあ氷いらなくね、別に。1000円、安い。いや、安いな。いや、脳死つけとくのありな気がするな。あいつだけ味方にしてこようぜ。勘の書持ってめんどくせえから。なんか他の人家建たないんすか。通りすまんダメなんだろうな。アルチューはひどいな。ちょっと植物のお姉さん味方にしてこよう。にいるしかいね。あんまりサクサクすると俺のヘルスが低すぎて死ぬまであるんだよな。この辺から出なかったっけ。あ、しまった。お前らちょっと殺しに行くな。あれ、ここじゃ出なかったっけ。出なきゃダメだっけ。あ、いる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 。こんにちは。確かに、お前よく見たら花に乗ってるだけだな。若々しくなる。それ以上。お前強いんか。便利な感じあるじゃん。全部便利な感じがある。お前強い。ある成長限界レベル15。うん、弱そう。動きたくない。自分が怒り状態に。ああ、攻撃範囲が広いんだ。悪くないかもな。普通にクリアして帰るか。強い。後ろから殴ってくれるの強い。こいつ強いかもしれん。普通に
全然ありかも。ちょ、イチャイチャしとこう。科学的に存在しうるクリーチャー娘って漫画が、モン娘の骨格とか生態を無理くり考察してて面白いでって宣伝してみる。何それ。ムカデ娘はちょっと。小毛利行こう。はい。あ、タラバ480番さん。お前炊いた？米炊いた？あるある。確かにご飯食べるかそろそろ。確かにお腹空いてきたな。ダワイおさむ配信してる？してる。あ、しかもちゃんと TDM じゃなくて真面目なやつやってる。じゃ、トイレ行くついでに飯何するか考えておくわ。考えてくるわ。負けるためにポゴやるって、お前もうなんか罰ゲームやん。なんか箱追加されてる。うんこみてえな。うんこみてえなマップじゃなくなってる。ブリーズ今こんな変わってるんだ。ちゃんとしたマッパー雇ってんのかよっていうか。ステージ変わりすぎだろ初期の頃から。そう、トイレって言います。78カット。俺も26してるわ。ここにいんの。負けるごとにポゴ30分とか言うまぞ。やっぱワンダルの方が強い気がするんだよな。さすがにね。このマップに関しては、昨日デスマッチで散々証明されたのでは。ワンダ置いて、ワンダ。もうそれはやりたいという意思表示では。俺が行こう。ここだけワンダ置きたいな。すぐ忘れちゃうんだよな、話に夢中って。ワンダもそうだし、ブリンクも置いてないから。B ちょっと多いかも。B、うん、アルミエンを。やります。 B かな。あーごめん入ってる。ごめん。まだダメ。2人やった。1人やった。2人中入ってるよ。スパイクを制止。終わった。まだダメだ。強っ。ここで乗ってた。便利メンバーで PT 組んで、負けたら PT ごとポゴの K。 あ、後ろ後ろ。やった。後ろやった。もう一人やった。あと武器持ち。端っこ端っこいる。角越える。ナイス。はいはい、わあ。お、半分までいきまーす。はい。はい。簡単に入られちゃった。気持ち。斜めともうちょっと上だな。ナイフ。あれね、角度をつけると上に当たっちゃいそうでむずいんだよ、ね。普通にダブルをしながら。壁に投げる感じでいくよ。いや、それ投げる。誰かダバイ。何？ちょうだい。あ、オッケー。投げるのが遠いかも。もうここにクロスヘア。これが怖いから、誰も見てないから。ウルト使うわこっち。ダルナイフ投げるのが。俺もウルトで行くよ。俺もう一歩出せるよ。いや、届かせるだけならできるんだけど。メタルミルは、メタルミルは。テレポート可能だ。
エヴァン。ミッドだ。持ってる。ナイフ投げれ。あ、ミッド負けたか。もう入ってると思う。あ、トンネルは見てるわ。中全然わからん。あ、もうあっちだ。何で終わったね、俺。ミッド2。ついちゃった。おかしいし、これ。引いてった最後の一人だこれは無理や。よし、さっさとやろう。この後用事あるんだ。使えない。これ3つ守っていい？はい、あれこれ使えないんだっけ。このラウンドは買えないね。青と4人買えるからいいんじゃない。お互いにあのスキルで頑張ってもらって。ああ、まあそれでもいいよ、うん、ミッド一応目立ったらもう壁これ斜めの、うん、これでいい。たまに欲しいとき言ってくれればあげるわ、はい、基本いらないっす。テレポート可能だ、はい、贈り物だ。 B あれ来た。ミッドいない。 B だね。 B でいい。もう B でいい。これ入った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 。止めてスキルで一応入るの止めてる。いや壁抜きのセンスが良すぎる。マジでかかった。完璧だ。あー間に合わん。あ、いる。死んだ死んだ。おい、あのバックサイド視界を塞ぐ。どうだ。スパイクを設置。タイミングだいぶ上がってきたな。敵は近い。リロード中。気をつけろ。これでノーマニー。ノーマニーですね。ノーマニー。みんなでセンターでも詰める？ああそれでもいいよ。いや真面目にやって守れると思う。はい、やってるだけ。テレポート可能だ。これでいい。え、つ。もういる。いるわ。持つ持つ持つ。エース取るぐらい保護したくないのかなって思っちゃったよ。ごめん。武器あげてる。ごめんなさい。あ、嘘。入って入って入ってる。ミッドワン。チェンバー。つつつ。サイツ。チェンバー君以外。チェンバー以外。サイツ。デフォルトのとこに。あ、やられた。逃げた。武器落とした。持ってる俺。ついていけば。あ、いい。あとリリ終わった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 準備はできた。いいにわなわな。めっちゃウルトで止めるわ。今日のダバイ調子良さそうだね。ちょっと後ろ目にするな。調子良さげです。次下がり目に。あ、オッケー。ここにまた罠を入れる。ここだ。贈り物だ。テレポート可能だ。罠、罠。罠2個置きたい。あれだ。いや、こっちメタルが。メタルが。あ、そういうこと。あ、こっち壁たかれた。あー行ってなかった。ゴミリこれでも入った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 。いたぞ。あ、2人3人3人。あ、入ってる入ってる。やばい、またなんか体調悪い気がしてきた。パクかも。手前すごい。ご飯食べない方がいいかな。チンしちゃったから食べるか。ご飯の量少なめにしとくか。こことあとどっか。やべえなこれ。 CT が入ってる。なんか、体調悪くなる頻度が上がってんだよな。やばいな。大丈夫かな。多分一応あんまり抜けしようとしてる。あんまショット。いやでも今日朝風呂場で気絶してたから多分それなんだと思うんだけど。
あっち。大丈夫かな ?CT ガンディオとしてたやつ。リコンある。ドローンもある。でまだ入ってないから。体調悪くなる前兆あるやん。でもそれなんだよね。23時までには寝ようか。当たり前かのように気絶しないで。あら、これ来るなみたいな。死んでマンオンデマンド。なんかイカがせり上がってくるものを感じるっていうか。よいしょ。23時までには寝よう。どうする？確かに。ちょっと早めに寝るか。完璧だ。オフ落ちるよ。本当に。当たり前だ。いや俺もいや風呂場ではよくこれ死んでるからさ、いつか風呂場で死ぬんだろうなと思いながら、最近ちょっと頑張ろうと思って気絶しないように耐えてるんだけど、仕事もないし、仕事やってる時よくなんか死んでたけど、生活習慣終わってる通り越して体終わってきたか。違う、生活習慣はちゃんと9時とか10時に起きて12時、1時、2時に寝るみたいな繰り返してるんで、それなりっす。わ、キノコいるんだけど。まあ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 。まあ一部なんで。まあなんか、メイン、サブサブサブみたいな感じで3つサブがあるんだけど、サブの一つがキノコみたいな感じなんで、許されますね。キノコ率結構高そう。いや、でもキノコ率あるんだけど、なんか、そんなにどっちできるから大丈夫。汚染されてない。いや、仕切りがあるから。キノコはうまい。すぐガンクされるからな。ガンクはされやすいね。すぐなんかね来るからね。チェンバーダバイだ。ステルスされないだけまだ。まあね。今日のあんま美味しくねえな。なんかね、良くも悪くも給食って感じ。味は。まずくはないじゃん、給食って。けど、わもうやばみたいな、めっちゃうめえみたいな感じもないじゃん完全にそれナッシュ。スーパー万人向けやし、10食のうち3食はいまいちなイメージ。確かに。10食頼んでなんか3食はなんかそれありそう。うまかったやつだけ突っ込むわけ。そうね、ちゃんと覚えとこう。でも山椒ナスは微妙っすよ。山椒ちょ、これガンクから外しとこう。マジかよ、負けてる。なんだっけ、見てスルーして裏回ったか。あ、目の前ちょうどあのイエローのところですれ違ったか。どれ、あの手前か。なるほどね。ああいう時って僕抜けてないとがいいんだよ。いいんかな。ランドオンしたタイミングで味方 DD 近くに。ワンチャン住所出るんで。ヘルスロだから確定させ。出なさそう。それよりもゲロ。出るわ。ゲロが下手だ。一歩後。
頑張ったけど年取ってメガネコンタクトの旅がずれて画面酔いで吐き気かと思ったが風呂で良くなるなら血圧悪いんじゃね。お届けメニュー確認変更する。変更できないんだけど。1エースで免除。確かに。あ、それどれすればよかった。先に何だっけな。メニューを変更。カレンダーで変更できない。今やってる今やってる。変えそうなやつもある。何変えそうなやつ。何だっけな。これこれ黒酢あん、黒酢あん、黒酢感全くないんだけど、これびっくりするわ。高そう。何これ。え、なんかワールドベストシングル。メタある、メタ。あ、シソあるよ、シソ。あのシソ2色になってる。ナンバー4イングランド。ちょ、リスナーのおすすめないの。全部クソ高いじゃないの、これ。これ最強みたいな。バンピック日本のレシピも入ってるんだ。へえ。豆腐のやつうまかった。All pick. 豆腐？何する何する何するする。どれ？豆腐？豆腐あんかけ。豆腐あんかけ。買ってくれるなら頑張るんだけどな。買おうってなったら俺自腹なんだよ。麻婆豆腐と。え、何しよう。これ豆腐の中華あん。豚肉と絹揚げ豆腐の中華あん。これか。これビッグストッカー。なんでもこれなんだ。ビーフビーか。ビーフカレーとかうまいんかなこれ。これ軽用でもいいけど軽用じゃ。俺の軽用信用ないらしいからな。あんまり。ちょっと今日練習してたんだけど FB の投げ方とか。パンとかさ。投げ方もクソあるよね。ありな。いや。これ。フラッシュ苦手部だからね。ああなんかパスタある。でパスタなんかキノコいるな。使っていうとなんかどれだけ投げたらどこに飛んでいくかとか。ビビンバとかさ、これご飯ついてるってこと？なるほどね。練習したなら使わなきゃ。まあ、でもポーかかってるんで今日。ガチ勢いないの？頼んだ。危ない橋だね。よろしくお願いします。自分で自炊するからな、白目。人気とカロリー順でしか見てない。人気順あんの？そのあたりはミピック。多分 B やろうけど。人気順どうやの？人気順じゃあ A 行こうぜ。てこせなとりあえずメイン取らないと。カロリーセンター僕いる？いらない。カロリーで見るとかも真面目やん。別決定しとこ。イメン詰めてきた。見て聞いてた。つい、うわーうま。B 入れるの？正面はいないけど。人気ない商品すぐ消えるからな。なるほど。負けとしティア1、助かります。不動圏かけてこないでございます。キタラバ481番さん。できない。キノコ BAM ピックとかできないの？俺もバンしたかった。キノコハウマイ。なんか地獄だね。ミーキルジョイだね。
A リンが結構勝負してくるから。じゃワンチャン狙ってみますよ。これでよし。A レイナが結構勝負してくるってお前2ラウンド目じゃねえかよ。もう7面白いな。何の統計だよ。こんばんは。サバのみりん干し、ほうれん草あえ、かぼちゃの煮つけやったで。飯うま嫁に感謝。かぼちゃの煮つけうまいね。いいね。いいなぁ。全部うまそう。いいなぁ。好物3つって感じすごいする。ほうれん草うまいよね。ほうれん草ピックしたいわ。あの例な。いや今日の味付け酒のつまみしか作れない女でした。でも酒のつまみうまく作れる女さ、別に料理させても何普通の料理させても絶対うまいじゃん。酒のつまみが作れる時点でね、どうにかなるから。塩辛いぞ。全てが塩辛くなる。味濃いの男の子好きだから。濃いかったわ。サマリさんメインって。じゃあ罠あるから大丈夫よ。一応ジェットある、ジェットいるから待ってこられる。あ、オッケー。濃い味が多くて嫁は薄味なら保険金。残り1で、あとわかんない。ちょっとちょっとちょっと全然わからん。兄さんの IGL マジ頭回ってるよな。どうしてドタドタあんなにヘッポコなのか本当に。後ろに罠置いてても相手にジェットいるからちゃんと見といてみたいな、ちゃんと言えるのマジやるねって感じするね。俺死んでも400万しか降りないな。中と、あ、俺とでもそのまま入る。だいたい息殺した方がいいから。あそこに入れるわ。中とロア見えるやつ。専業主婦なりて。ドラン欲しいな。手前だけかな、怖いのは。いつの間にか別な契約がある場合もあるから。それできたらやりたい方だよ。ケイオーのあのアルティメットマジでうざそう。あ、何このクロスヘアーポニオの矢印なんだけど。何これ。今から見えてる。これさん、なんかアッパー見てるポニオさん。つか60歳までに安楽死法案通してくれ。安楽死法案なんて今あ通そうとしてんの。あれでしょ、もし通るならみたいな話でしょ。取ったら終わりやろ。しからば482番さん、もうすでに30分のギムポゴ決まってるの受ける。ギムポゴっすね。安楽死法案とかね絶対通らないよ。だって若い人みんな死にますって言ったら終わりだからね、この国。今ってでも自殺の人って増えてんのかな、減ってんのかな。まあ、俺、V
武器渡す。今スマホもう一個みんなニコニコしてるからどうにかなってんじゃない？そうでもないのかな。ニコン。待て待て待て、すげえ近い。逃げられないぞ。ごめん、俺当たったわ。ヘヨの位置やばそう。あれ？オッケー。あ、オブクレーン。ヒルカレーな。富士の樹海大捜査、コロナの中でやっているのだろうか。これで俺引いてる。電車止まるのは変わってなくね、特に月曜。電車止まる、確かに。まあ、あれこれ行こう。ショートレーナーだから中一般な。これって範囲内入ったら反応すんの？さすがに壁。エビ落とす、サイトにエビ落とした。あれ上いた。白。手ぶせ気をつけてな。閉めるわ。閉めた。閉めた方がよかったか。開けて。はい。つつ売らないよ。敵残り一名。またヘブン。うわ死ぬの。ああ残機。ああずれた最悪。全部外した。やばいー。ダバイって感じ。当たりませんな。バビメイン取りに行こう。取りたい。体調戻ったのかな、これ。ちょっとちゃんとお水飲もう。お水飲みます。なんか怪しい。子供が減りすぎてて事故死すら困るからって車用車使うとこは10月からアルコールチェッカー義務化やど。先週から先行導入されたわ。結構なんでめんどくさ。めんどくさ確かに。あ、車用車使うところはあれでしょ。ねえ、だってもうめんどくさいから。車内の事故率高いとこじゃないでしょ別に。まあなんかみんな結構飲んでから運転するやつなんて今時いいぞ。使ってやると引っかかるからな。これめんどくさいよね。飲んでから乗るやつはそんないないけど、さすがにわかんない、いるならアホやなと思うけど、なんか昨日飲んだけどもう大丈夫やろみたいな人は結構いるからな、このパターン。飲んだ直後ベロベロに酔っ払ってんのに乗るやつはほぼいねえけど、さすがに。会社の人数によって車用車の台数が決まってたはず。24時過ぎたからリセット OK。 あれってどのぐらい置かないといけないの？飲んで運転するようなのはチェッカーなんて真面目にやるわけない。そりゃそうかも。あれどのぐらいと俺知らないんだよね、そのほとんど飲まないし乗らねえからさ。あーぶんねー。どんな飛び出方だよダバイ。危ねえ。わらわら。おぶねえ。バビラッシュ、ビーラッシュウルトで生きる気がします。飛び出てリロード、わら。俺8000あったから自分で買った。馬ぶりブリンまだ会長し、もういらんからそれ、いらんからしてくれ。ドローン系が結構引き目で守ってた。どうすればいいんだよ、ね、ドローンね。これでいい。リコン打てる？打てる。ああ、右。やった。あ、リバック、リバック、左。エイオの音いいな。テレポート可能だ。フグビン2個。フィルムになると壊すわ。来たらね。ダバイさん押さえて、アッパー押さえてほしい。俺に立つな。あ、見てる、アッパー見てる。ダバイさん、アッパー押さえてほしい。アッパーね。
ならアッパ見ろ。俺七三の決断フィリールは敵だ。うん。引いた引いた引いた。敵残り一名。一本目設置する。ナイス。すー。かかんなかったんだけど。少女もだねそれ。かかんなかったんだけどこれここにいたら。角度が悪かったあいつの。ね。完璧だ。ダメだねやっぱリコンに敵がかかるとそっちしか見れなくなっちゃう。ブリムストーン強いのいいな今のメタ。アンキャ好きなんだよな。手前クリアするリコンの方がいいかじゃあ。いやないないない。時間じゃなくてノード出し時間は決まってないんじゃね。チナ 0.15 ミリグラム以上で主機帯。あでもダバイさんいるから3人いる。ノードだから時間は決まってない。0.51 グラム以上で主機帯。いやなんかさ大体あんじゃん。と何？車乗りはじゃあどんな感じにしとんねんみたいな話だから、まあでもそこまで真面目にやってるやついないか。体で。そうなのこれ。初めて知った。死んだ死んだ。ちょっと死んだちょっと死んだ。A1 A1 A1。てかいないかも。そう。チェンバー18秒でまた置けるんだ。強いね。全然知らないからな。あ、B ない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 。目安は4時間とかやったはず。4時間でいいの？はい、走れ。4時間でいいの？そう、まあ、飲んだ量によるんだろ、さすがに。飲んでから4時間って俺もう全然酔ってる自信あるけど。一般的な狩猟なら4時間も酔ってるやつおらんしな。ほんと？まあ俺お酒全然飲まないんだけどさ、飲むときバカみたいに飲むから。ガンクされたときのコイン。こんなもんなんだ。奥様です。ちょ、状況置いてくるわ。復活したのかな。怪しいですね。怪しいですね。続きやるか。ビール 350ml でアルコール 14g 消えるまで 3.5 時間程度らしいで。え、でもそれ倍だったら時間倍かかるわけじゃないでしょ。なんかアクションゲームしたい。今アクションゲームやったら酔いそう。え、やっぱなんか危険かも。なんかいや、ゲームの画面見るとこのゲームはまずいかも。Danger. このゲームはまずい。なんか来た、今来てる。ナスが出る可能性はあるね。なんかないかな。君一日何時間モニター見てるん？確かに。いやでもまだまだこういうのやる？グノーシアこすっとくのありかも。
500ml で 20g、 5時間、1で10時間。ほぼ2倍かな。なるほど。いや、思ったより面白かったからコツコツやろう。大丈夫かな。とりあえず飲むのをやめれば済む話やで。それはそう。いや、俺そんな飲む人いないからんだから。いや、グノーシアな、面白いんだけどさ、面白くなんのこのゲーム。そこなんだよな。ね、面白くなんのかな。一応、トトメーン言ってみよう。トトメーン、あと4。グノーシアか。グノーシアか。マリオ。あ、マリオあんじゃん。確かに。よう言うた。マリオあるやん。マリオ。マリオあるやん。したらば483番さん。アクション足りないおじさん。どっと集まったら集まったで。サンシャインで飛び回っておろろろってなりそう。ならんから。スーパーマリオサンシャイン。サンシャイン VR、死ねる。